そしたら高橋さんはもう、でもあの日米野球でガーンとホームラン打ってから一気にグワーッと上がってきて、はい、でもう自分でポジション取ってきた、はい、もう不動意、腹が入ってきた、不動意、はい、動かせない、はい、ところがこの人怪我しちゃった中さん、うん、で怪我しちゃって、で腹はセカンドだったもん、そうだったかな、うん、腹セカンドだった、はあはあ、で高橋さん怪我しちゃった、はい、ね、で怪我しちゃったから、そうすると腹をサードに持っていって、うん、セカンド篠塚で、篠塚ね、もう篠塚はちょっとお前みたいにちょっとやんちゃだったから、でちょっと謹慎を食らってて俺よりやんちゃかもしれない、ほぼ危ないねっていう状態だった。そうやな、うん、